客さん、よくこういうことしてますね。人生の伸び緊張は分かったんですか。隠れ水はやばりパンなんです。そうですか。それじゃあ皆様、耳をかっぽじて聞いてください。拍手でお願いします。よいしょ。雨に濡れてる、いつかお前と道連れ、バカなやつだよ。